どうもレゴラジです。今回はいよいよ発表されましたね。今年のレゴクリスマスに向けてアドベントカレンダーの発売が決定されましたね。今年もでですね、今年はね4種類発売予定なのかな。去年はねアベンジャーズのアドベントカレンダーがね、まあ、突然出てね、売り切れてね、なかなか買えないなんてことが起きましたよね。でこれもね年によって違うんですけど、スターウォーズとかもね、売り切れが続いて買いにくかったのが去年ですね。一昨年はそんなことなかったんですよね。なのでまあ突然売り切れたりするので、まあ、9月1日ちょっと早いんですけどね、なるべく狙ってるアドベントカレンダーがあるならば発売日に買った方がいいと思います。ということで順番に見ていきましょう。まずはスターウォーズのアドベントカレンダーから、製品番号は75340で、価格は4280円、発売日は9月1月、ピース数は今日329ピースとなっております。まあ商品、中身はね見ていただけるとわかると思うんですが、クリスマスカラーのミニフィグが入ってるんですよね。まあいつもこのセットにしか入ってないミニフィグっていうのがね、毎年発売されるんですけど、今年いいですね。 R2 と C3PO、 これたまんないなあ。ベイダーもなんか、あ、かわいい。なんだろうこれ、よく見えないんだよな。夕焼けのねハワイみたいな感じの着てますね。へえ、ハワイのクリスマスってこんな感じなんですかね。まあ他にもね、あ、ガンシップいるじゃん。あとなんとかマローダーもいる。あ、いいね。あ、スピーダー、ランドスピーダーか。あ、いいなこれ、これ絶対買いですね。あ、売り切れるよこれ、また売り切れちゃいますね。狙ってる方は発売日に必ずゲットしてみましょう。続きましてハリーポッターのアドベントカレンダーです。価格は4280円で、発売日は同じ9月1日となっております。ピース数は334ピース、製品番号76404となっておりますね。ハリーポッターのアドベントカレンダーはね結構売れ残ったりすることが多いんですけどね、ただこれもねよくわからないんでね、突然売り切れちゃったりもするので、欲しい方はねこれも早めのゲットをおすすめします。ミニフィグが7体ついて、おなじみの映画のシーンを再現。これねパッケージを開けると、遊べるプレイマットになってるんですよね、アドベントカレンダーで。ボーナスゲームもついてるみたいで、24個すべてのおもちゃが揃ったら遊べるゲームもついてますということでね、24日には遊ぶことができる、楽しみなセットになっています。続きましてはレゴシティのアドベントカレンダー、3280円となっているので、ハリーポッターやスターウォーズよりは安くゲットできそうですね。発売日は9月1月、製品番号60352で、ピース数は287ピースとなっております。説明文にはですね、ミニフィグ5体って書いてあるんですけど、1,2,3,4,5,6 6体ですね。これ間違えてんのかな、説明文が。ということでね、これもね、まあ、サンタゲットできるんですよ。ツイッターとかね画像投稿する方、サンタのミニフィグね、大好きな人多いですよね。雪の中で写真撮ったりするとね、かなり映えるセットになっております。まあこれもいいな。これももちろんね、完成して、蓋をねパカッてやってね、そこがプレイマットになってて遊べる感じのセットですね。でこちらはね、去年ねコストコだったかな、コストコで2000円ぐらい激安でね、大量に販売されてましたね。もちろんこれはレゴストアとかね専門店だけじゃなくて、普通のおもちゃ屋さんとかでもゲットできるので、安く買えるタイミングは何度か訪れるセットです。安い時に買いたいですよね。でもね発売日に欲しいですよね。でも安く買いたいですよね。そして最後はレゴフレンズのアドベントカレンダー、3280円の発売日は9月1月、製品番号41706の312ピースですね。こちらミニドールになるんだよね。ミニフィグなんだけどミニドール、1,2,3,4 体かな。あとトナカイがいますね。クリスマスツリーとかね、かわいいソファー、
まあ、クリスマスっぽいカラーで、24種類入った、まあ、アドベントカレンダーですからね。そうですね。で、女の子はこっちで男の子はレゴシティを買うのかな、そういう感じかな。でもね、可愛いからな、これ男の人もね、レゴファンの方はね、欲しいんだよね。レゴラジもね、毎年悩むんだよね、フレンズ。結構可愛いからね、このね、サンタさん。サンタさんが可愛いけどヒゲ生やしてんだよな。これいいな、このミニフィグ。ミニドールね。でね、ちっちゃい女の子のミニドールがあって、レゴフレンズだから、これアンドレアになるのかな、の、オリビアか。オリビアだね、この子は。左上の子はね。ということで、レゴフレンズはこんな感じです。以上を4種類紹介してきましたが、去年のようにね、アベンジャーズみたいなの発売されないかな。ちょっとね、出たとしたら、まあ、発売日必ずゲットしなきゃいけないんでね。情報ありましたらね、ぜひすぐ教えてください。ただ、公式からの発表以外の情報は、レゴラジ信じておりませんので、公式からの発表があったら、すぐ教えてください。レゴラジも気づいたら、ツイッターですぐリツイートします。ということで、ぜひこの動画役に立ったという方はチャンネル登録をなんとかね、ちょっともうちょっと増やしたいんでね、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。また夏休み企画でね、ライブとかね、イベントキャンペーンちょっとこちょこちょっとやっております。ぜひそちらの方のご参加もお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。またね。